いや、洗車したら雨が降るっていうね、洗車あるある。急にね、雨が降ってきましたね。めっちゃ降ってくるし、めっちゃ降ってくるやん、これ。わあ、洗車いかんかった、よかった。はい、っていうわけでやってまいりました。今日はですね、ちょっと車をね、洗車しようと思います。ガラスコーティングですね。キーパーコーティングの、ダブルダイヤモンドキーパーしてるので、水洗い洗車でね、どれだけ落ちるかやってみようと思います。はい、これね、もう黄砂ですかね、もうそんな砂とかね、なんかいろいろもうホコリだらけなんですよね。しばらく洗ってなかったんで、ほらこれハトフンとかちょっと汚いんですけど、すぐホコリついちゃうんですよね。なんかね、雨が降ると水分にミネラルが入ってるので、なんていうの、雨じわなんか鱗じわみたいなのがねできるみたいなんですよね。なので、まあこまめにね、水洗い洗車しようかなと思います。まあここね、結構広いところなんですよね。ちょっと、やってみましょう。結構ね、行列になることも多いですよね。この自動洗車機でやります。スポンジタイプですね。あ、シャンプーしかないんか、水洗いってないんか。まあいっか、これでいこうか。300円、カードなら200円か。いらっしゃいませ。はい、洗車が始まりましたね。結構ね、手洗い洗車より意外とね、こういったね、自動洗車機の方が傷がつかない場合もあるらしいですね。一応エンジン切っとこうか。わあ、ははは。横から水が出るタイプ、まあ、楽ちんですよね、これ本当に。やっぱ切ると暑いわ。クーラーがね止まっちゃうんでね。自動で上昇します。はい、終わりました全身ちゃんと綺麗になってるかな。いや、 やっぱね、このプリカでお得なんですよねだいぶ100円ぐらい差がありますね。はい、では、お、取れとる。ここにね、ありました、ありました。あ、ハトフンちゃんと取れとるわ。ほら、屋根はね、だいぶ綺麗になってますよね。っていうか、もうこれ拭き取りしなくてもいいぐらい、もう風で吹き飛んでますね。めっちゃ綺麗になった。吸水タオルで軽く拭いていきましょう。あ、やっぱね、この後ろ、この辺の窓とかはね、やっぱこの日差しの下はまだ汚れが。でもこの側面とか、もうほとんどこれガラス窓ぐらいでいい感じですね。はい、いかがでしたかね。ただね、洗車機通したっていうね、動画でしたけど。やっぱりね、キーパーラボの、ガラスコーティング、ダブルダイヤモンドキーパーのね、効果って絶大ですよね。ああいうね、洗車機だけでね、鳩のね、糞まで綺麗に取れちゃいました。ちなみにね、キーパーラボ、下の概要欄に貼ってますので、皆さんクリックしてくださいね。キーパーラボのね、動画はこの i ボタンを押してもらったら見れますので、皆さん参考にしてくださいね。私の動画が面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで洗車機通しただけの動画でした。じゃあね、バーイ。